最後はグルメ、ユニークなラーメン店。ご紹介するのはこの極みなんですが、すごい餃子って書かれてるんですよ。ちょっとインパクトがありますね。どんなものがいただけるんでしょう。すごい餃子って書かれてたんですけど、はい、どんな餃子。それはこっちの餃子になりますね。え、食べるの危険な餃子ですか。ニンニクがたっぷり入ってますんで。爆臭。そうっすね。こんな感じで。一昨年田村市にオープンしたラーメン店、店長が作る気になる餃子は。はい、お待たせしました。すごい餃子です。はい、どうぞ。ありがとうございます。え、見た目もちょっと普通の餃子と違いますね。そうですね、ふっくらしてるんでカリッとサクサク。最初そのまま食べてみてください。あ、そのまま、はい、音が違います。音が違う。いただきます、はい、おっ、うん、音違う。カリカリサクサク。すでにニンニクのパンチが出ました。はい、キャベツが白菜もうそういうのは一切抜きにして、お肉、ニンニク、ニラ、生姜のみでやってるんで、美味しさが濃くなるんですよ。こだわりはカリッと感。毎朝生地を発酵させ、餃子の皮も作っています。焼き目のカリッというのが好きだったんですね、もともと。で、できたあの全体的にもっとカリッとしたいなって思ったら、100回ぐらい作ってやっとたどり着いたのかなって。100回もして100回。そうですね、続いてはラーメン。ドカッと乗せていますが、これは一体。はい、お待たせしました。うわ、これが丸鶏ラーメンです。え、丸、半分丸ごと入ってますね。半分取り入れちゃったんですか。半分取り入れちゃったんです。え、なんでですか。いや、もういっぱい食べてほしいし、もう喜んでほしいし。でも何、はい、柔らかい。柔らかいです。あ、すごい、ちぎれるんで、はい、ちぎれる。じゃあまず、じゃあ手羽先いきましょう。柔らかい。ほろほろとして、ほろほろして、ちょうどいいコクもあるし、甘みもあるし、はい、スープに浸していただくとより美味しいです。そうですね、はい。豚は原骨であっさりに仕上げてるんですよね。はい。あの鶏でやっちゃうと濃すぎちゃうんで。麺は特注の縮れ麺。いただきます。お、新食感が。あ、新食感ですか。ありがとう。味ももちもちなんですけど、ね、はい、なんかちょっと歯切れも良くて。はい、手で圧力加えることで、このもちもち感がさらに増すんですよね。見た目のインパクトよりも食べてみると優しい。あ、優しい味わいで、はい、ギャップでした、はい、料理はインパクト大、ポップはユニーク。一体なぜ。もうこういうことを考えるのが好きなんですよね、もともと。お客さんにどうやったら楽しんでもらえるかなみたいな、はい、家庭で明るくなれるような感じですか。もうお子様からご年配の方まで、ここ来たらやっぱ楽しかったみたいな。あ、確かに。いや、本当に楽しかったです、はい、ありがとうございました。ありがとう。